皆さん、こんにちは。この動画は学校の勉強を一人でする時の手助けとなるように作られています。小学校1年生算数1から10までの数の勉強です。1から10まで数を数えることができるようになりましょう。 動物園にやってきましたどんな動物がいるかな名前を言いましょうパオーンガオーオーグオー

動物園の動物たちと一緒に算数のお勉強をしましょう動物の数だけ丸を書きます丸を間違えて書かないように線で印をつけてから丸を書きますそれではよく見てください 丸を並べて書くと数を数えやすくなります。小学校では数を数えるときに算数ブロックやおはじきなども使います。これから丸を書いた動物の数を数えます。声に出して一から十まで数を数えましょう。 1、2、3、4、5、6。 789102回目は動物や丸がありません。声に出して1から10まで数を数えましょう。1 3回目は数だけです。 1>, 1から10まで数を数えましょう12345678 く10これでバッチリですね最後におまけです4のことを4 7のことを7 9のことを9と呼ぶことがあります 今日は1から10までの数を数える勉強をしました。これで終わります